カプアス橋ポンティアナックは、インドネシアカリマンタン島に位置する西カリマンタン州の州都でポンティアナック市という、日本語表記はポンチャナック、ポンティアナとも、中規模の産業都市で、ボルネオ島の北緯零度零部統計109度20分、北緯0.000度統計109.333度、0.000109.333に位置する、カプアス川のデルタ地帯にあり、 面積は107.82キロ平方メートル。赤道直下の都市では最大で緯度ー度のモニュメントが立っている。中心部は赤道の3キロメートル南にある熱帯雨林気候で年間を通じ日中の最高気温は約3 3度 c 最低気温は約2 3度 c とほぼ一定である。月間降水量は8月が200ミリメートルを下回り、 10月から12月にかけて300ミリメートルを超える。1771年10月23日、ポンティアナックは、ポンティアナックする単国の首都として、古い交易市場の周りに設置された。沼地に建設され、定期的に洪水に見舞われたので、建物の杭を深く地面に突き刺して固定するようになった。1943年、日本軍は、ポンティアナック事件を起こし、 マレー人、中国人の知識層やカリマン担当のスルタンを虐殺した。ポンティアナックは6つの区に分かれる。2010年時点の人口は以下の通り、州と宗教団体がそれぞれ大学を持っている。州立、単純プラ大学は1963年に開校した。加えて、私立のマファミリア大学、ウィードやダーマ大学、パンカ・バクティ大学、 ストミック、イスラム大学、パルネップ、アクビド・ストリート・ベネディクタがある。ポンティアナック通り、ポンティアナックは多文化都市である。人口の大部分は、インドネシア系中国人で、長州人や八家人を祖先に持つものがほとんどである。マレー人や大学人も多い。国内の他地域からの移住者は少数派である。ポンティアナック市民は、通常共通語のインドネシアこと、マレー語や、 サラワクマレー語に近いポンティアナック語を話す。ビンナン語の長州方言と発火語は中国系の間の共通語である。この方言はシンガポールやマレー半島の中国人が話す方言にとても近い。バイクが最も多く使われる。公共交通はミニバンや自転車タクシーが使われる。バスは市内用の市営バスや近くの都市までの長距離バスがある。 マレーシアのサラワク州州都のクチンまで行くバスもある。マレーシアやブルネーリ、陸路で行く場合、国境の街であるサラワク州テベルを経由してジョロントランスカリマンタンで行くことになる。スパリオ空港から国際線、国内線が就航する。ジャカルタまで毎日10便以上が飛んでいる。ジョグジャカルタやスラバヤ、バタム島、クチン、クアラルンプールとも結ばれている。カイロではジャカルタやスマラン。 チルボン、ケタパン等と結ばれている。ありがとうございます。